現場のマツケンです。カズミ店長です。どうも、今日はアルス前に、はい、来ちゃいました。皆さん見てください、このピカピカクリスマスツリーですか。これクリツリですか。これクリツリ、いやクリツリ違いますか。はい、というわけで今日は、はい、クリスマス前なんでね、はい、人もものすごい、いますね、カップルが溢れてる感じで、今日はね、アルス前からちょっとインタビューを交えながら、はい、皆さんにお送りしたいと思いますんで、早速、あ、すいませんタイミングいいっすね今日、あれ、どちらからいらっしゃるんですか。彼の実家から。彼の実家、あー、ってことはもう公認な感じなんですね。付き合う年内に。あ、そうなんですか。来週はクリスマスですけれども、やっぱり彼と。そうですね、彼とホテルを予約しているので。彼がホテルを予約している。素敵ですね。その前に別れないようにね。あと1週間ですけどね。右手ですけどね、これね年内にね、左手に変わるんじゃないかと。いやー、楽しみですね、クリスマスね。なんか作っちゃったりも。これから、はい、パプリカと、はい、それからパプリカとチェダーチーズを買うので、あのチキンを焼こうかと。本当ですか。あ、美味しそうですね。頑張ってください。はい、お知らせにどうぞ。あ、すいませんでした、どうもありがとうございました。いやー、いいっすね、かずみさん。チキンですよね。チキンですね。今日買っちゃってクリスマスになんかですかね。熟成させる。そろそろカップルなんかもね、インタビューしてみたい。あれ、すいません、ちょっといいっすかね。うわー、だるそうっすねだるそうっすね。お兄さん、2人はカップルですか。まあ、そうなのかね。あ、そうなんですか。やっぱり長いですか。いや、大したことない大したことない大したことないカップルですね。え、来週クリスマスですけど、はい、どういった過ごし方をされる予定ですか。いや、別に、ね、え、何笑ってんすか大丈夫ですか。何笑ってんすか。大丈夫ですか。何考えてんすか。何考えてダリーはこの2人いやいや、何もしないんですか特に。ああ、なるほど。そういうのもいいですよ、ね。そういうのもね。じゃあ皆さん、くれぐれもこういうカップルにはならないようにということで、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。いやあ、いうのもいるもんですね。そうですね。皆さん気をつけてくださいね。はい、いやあ、もう一組ぐらいちょっとあっちの方行ってみますか。座ってる。あれ、なんか見たことありますね。確か。ちょっともうちょっと寄ってみます。ちょっとおせっかいな。ちょっとおせっかいなとか言ってますけど。なんか見たことありますね。うん。あれ、おねけですよ。あれ。おねけ。ちょっと。すいません。ちょっと今カウンセリング中。どこでもやるんですね。あれ？でもどこでも要請があればやるよ。マッサさん？はい、マッサさんですか？マッサちゃんよ。なんかちょっとしたちょっと取材？何？取材とかじゃなくて、今日合コンパーティーなんですけど、ゲストですよね。ゲストですよね。そうよ。今日です。もう始まってるんですけど。ちょっと急いで行ってもらいますカウンセリング。ごめんね、今途中だっけ。また今度、ね、はい、ちょっと走って行ってもらいます。ちょっとカウンセリング急いで行くよね。お願いしますよ、ちょっと急いで。いやー、まさかの
まさかのマサさん、スタバ前でカウンセリングしました。何なんですか、あの人は。やっぱりいつでもどこでもスイッチが入っちゃうんでしょ。入っちゃうんでしょうね。サンダルでしたけどね。ちょっと今日心配ですね。さあというわけで、かずみさん、恒例のいっちゃいますか、タイトルコールの方をお願いします。噛まないように。はい、いきますよ。はい。最近なんか目のあたりに何か増えた。あ、これですか。これチュアス。あ、もう気づいたら1週間しかナイトフィーバーボリューム6というわけで、はい、今日も元気に参りたいと思います。参りたいと思います。それでは皆さん、グラスをお持ちください。さあ、いきますよ。せーの、乾杯。じゃあ会場に戻します。マチログさん、萌えちゃん、よろしくお願いします。